沢線のラジオブログ社労士受験談話室始まるよこの番組はしっかり学べる楽しく学べる法律のレックの提供でお送りいたします。はいということでですね、まあラジオブログ。 今回第3弾ということで2016年2年月号入ってあのですねあのまあラジオブログの方意外と好評でですね意外と面白いよとかですね、まあ、特にコラムがですねあの役に立つというねお声をいただいてまして本当にありがとうございます。そしてね皆さんが元気が出てねあのそしてまた、まあ、勉強やるよっていう気持ちになっていただければいいななんていうふうにですね思っております。 ということでね今日も入っていきたいと思いますまず一つ目のコーナーなんですけどもはいま一、あ、つ目のコーナーに関しましてははい沢線の社労士コラム最近の話題をお話ししますのコーナーです今回の話題ははい労働者派遣法改正ということではいまあね えー、労働者派遣の、まあ、ところなんですけれども9月にに、ねまあ、派遣法が、まあ、改正ななったとということなんですね,で、まああの,ね9月の30日に派遣法が、まあ、開始になっていると、えー、改正になっているということで今ね何気なく30というのを直したわけなんですけれどもさあ今回ね、まあ、なぜ派遣法を取り上げたかというとあの、まあ、派遣という働き方が まあ、欧米等に比べて日本ではスタンダードになりつつあるということであの派遣というね、まあ、この形態自体を、まあ、どんどん広げていくというか、まあ、広がってしまったということで、まあ、本来はなし崩し的に広がっているわけなんですけども、まあ、それが是か非かということをですね、まあ、改正を踏まえて考えていきたいなと思っているわけなんですね。 性に行こう労働者派遣の期間制限の見直しキャリアアップ措置均等待遇の推進派遣先の労働契約申し込みみなし制度と、はいまあ、大きな柱ちょっと上げてみましたね、まあ、この中で、まあ、今回特に取り上げたいのが派遣労働者の方の身分に直接関係する、まあ、労働者派遣の まあ期間制限の見直しですね。はいこのあたりをですねピックアップしていきたいと思います。はいでね今回まあ特徴的なのが派遣先事業所単位の期間制限とまあこの後見ますけれども個人単位のまあ期間制限という考え方をまあ取っているということなんですね。でまず派遣先事業所単位の期間制限ということで派遣先の 同一の事業所に対し派遣できる期間派遣可能期間は原則として3年が限度となります。派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合派遣先の事業所の過半数労働組合と過半数の代表者ですからの意見を聞く必要がありますと。はい、ということで。 厚生労働省のパンフレットに載っている文言をそのまま載せさせていただいているということなんですね。はいということでまず受け入れなんですけれども今回、まあ、3年ということで一律化されたということになるんですね。じゃあ3年をまあ超えて同一の事業所というとそうではなくてはい。 事業上の過半数の労働者の意見を聞くあの同意はいりません意見を聞くだけでいいんですよ意見を聞く必要があるんですけれどもその意見を聞けばまた三年間ね最長ですよこれ更新することができるんですよまあいわゆる延長制度ですねでまた三年経ちましたということになりますとまあさらにそこで この実はまあ、ね、満了前の1ヶ月前までに意見を聴取することによってまた3年間まで延長と。でまあそういうふうに考えるとね、まあ、要は意見さえ聞けばどんどん延長できるじゃんって話になっちゃいますよね。はっきり言ってしまうとそうなんですよね。じゃあ意見さえ聞けばずっと延長できるんですかで,で,できます。ねすいませんできますという制度なんですね。で じゃあ今度は派遣元の個人単位の派遣期間の制限ということなんですけれども、はい、個人単位に移ります同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は3年が限度となりますただし以下の派遣労働者については個人単位および事業所単位のいずれの期間制限の対象ともなりませんと。 こここでね、まあ、これですねねれす私最初条文読んだ時に、まああのえー、この、ね、1番から5番までまとめて書いたんだけれどもこの方たちですね、まあ、確かに「派遣期間の制限から外れます」ということは例えば厚生労働省のパンフレットとか、まあ、リーフレットいろいろな概要そんなところに載っているんですけれども条文構成が今一つつかめずにちょっと迷っていたんですね。それは 今から例えば見る1番派遣元で期間の定めのない労働者、えー、派遣労働者ということで派遣元で期間の定めのない派遣労働者に関しては個人単位のの派遣期間制限はありません。じゃあこの方の場合は事業所単位での、はい、あの3年ルールですね意見を聞いてまた3年こちらの方で引っかかってきちゃうのですかというと。 実は双方でで例外扱いいいいされているっていうそういうそ条文構成なんですよで実際はですね条文としてはですよ、まあ、ちょっと前のところを移しますと、はい、この同一、えー、の派遣先で、はい、3年超える場合はこれ原則駄目だと過半数の労働者からの意見聞かなきゃダメだと言っておるんですけども。 実は条文構成上はここで例外を設けていて、まあ、今のですね例えばこの派遣元で期間の定めのない労働者となっているものに関しては適用しないつまり派遣先の受け入れ期間の事業所での3年ルールから除くあつまり派遣元で期間の定めのない派遣労働者に関しましてはそもそも制限を受けないんだ。 という考え方なんですねでさらにこの個人単位の派遣期間の制限は、まあ、こちらの方も条文上、はい、で同じく、まあ、同様に、えー、除くとなっているわけなので、まあ、要は個人単位の派遣制限期間と、はい、派遣先の事業所単位の、まあ、3年制限いずれからも、はい、この1から5番までのものに対しては 除かれるということになるわけですねはいそして1番ですね派遣元で期間の定めのない派遣労働者とはいですから派遣元でまあ、無期雇用になっている派遣労働者の方ですねこういう方に関しましてはそもそも3年ルールは適用されないから、まあ、そのまま働き続けることができるということなんですね2つ目 満60歳以上のものということで、はい、これはまあ年齢によるものですね。三番、周期が明確な有機プロジェクト業務に派遣する場合、はい、これ三年ルールというのは特に今回付けられていません。そ四番、日数限定業務、はい、一ヶ月の勤務日数が上通常労働者の半分以下、ま、かつ10日以下であるものに。 派派遣遣労働者をすする場合とこれは今までで通りですねそれからもう一つ産前産後休業育児休業介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合とはいまあいうことになるんですけれどもそうしますとですねちょっとここで新旧退避ちょっと見てみたいと思います。そうしまますと今までは 法改正前までは専門26業務は、まあ、制限なしといった考え方がありましたがそもそもその考え方がなくなくったとということですねそれから日数限定産休育休、はいまあ、介護それからこのような、まあ、大体、はい、これはもともと制限ありません産休代帰代理とかねそういうやつですよ、はい。これに関しましては継続です同じです。 日数限定、産休休、介護休業のまあ代替業務に関しましては制限なし、これは変わらずです。で、今までは3年以内のプロジェクト制限なしとされていたのが期間限定プロジェクトに関しては制限がなくなったということで、ここは若干変わりましたよね。それからまあ上記以外の一般業務、まあ上限3年だったものが専門26 一般業務に関わらず、まあ3年が限度設定になりましたよ。さらに新設、個人単位で制限がなしということで、はい、派遣元無期雇用、満60歳以上、はい。ですからこの派遣元で無期雇用とか満60歳以上の場合は、もちろん派遣先の3年にもね引っかかりませんから。 結果的にはい、事業所単位の制限、それから個人単位の制限、いずれにもかからないということになるわけですね。はいまあ、ちょっと前のところに戻ると要はこのはい、1番。この方がすごい重要で派遣元で期間の定めのないまあ、派遣労働者の方に関しましては個人単位。 事業所単位のいずれの期間制限の対象ともならないということが言えるわけですね。はい、そうしますと少し整理をしてみましょう。はい、そうしますと派遣先の受け入れ期間に関しては同一の事業場で3年間。はい。で、これ有期の方がほとんどです。派遣労働者の方はね、はい、有期の方が多いんです。で その派遣労働者の方が過半数の労働者の代表の意見聴取ということで派遣先の事業主が意見聴取をした場合派遣先のの受入れれ期間の更新3年が認められるとということですねはいで下の段ですね有期派遣労働者3年まで無期派遣労働者、はい、個人の派遣期間の制限なしになりますから、はい、これに関しましては。 派遣先のの受入れ期間の制限も実際はなくなくるという意味ですですこの有期派遣労働者に関しましては同一の、はい、この3年までの方ねこれがまあ措置が必要で同一の組織単位に3年派遣される見込みのあるものへの義務ということで派遣先への直接雇用の依頼新たな派遣先の提供合理的なものに限る派遣元事業主による 無期雇用その他雇用の安定を図るために必要な措置を図らなければならないということになるんですね。はいさあということでここまでのところ少し整理してみると結果的に期間の定めのない契約を派遣元と結んでいる派遣労働者の方に関しては派遣という形態でずっと働き続けることができるし 派遣先でもその方の受け入れというのは可能であるということになりますと、まあ、派遣の労働というものそのものを、まあえー、期間の定めのないということであれば固定化するる。とということが1つできる逆に言えば、はい、今ほとんどの派遣労働者の方女子の派遣労働者の方勇気がほとんどなんですけれどもこの有機派遣労働者の方に関しては3年行ったら 職場替えまた3年行ったら職場替えということになります例えば今一番多いのが3ヶ月契約の更新の方ですですから3ヶ月で更新してどん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 3年経ったよということになったようなケースですねそのような場合にはい、せっかく3年経ってスキルも身についたしこれから頑張ろうなんて思っていますがはい、もうあなたは同じ 場所で就業することはできませんから、はい、まあ、えー、次の一からまあ四の措置をしますよということですね。一つ目、直接雇用の依頼でこれで本当に直接雇用できれば、まあ確かにそれも一つありなのかなと思うわけですね。新たな派遣先のまあ提供。ですからまあ同じような仕事で別の派遣先を探せということ。ちょっとここが私は。 まあ引っかかるようなところででもあるんですねなぜかといえば、まあ、3年もいれば、まあるる程度その人を、えー、分かるわけですねですから派遣先としては、まあえー、この人いいなと思えばもしかしたら、まあ、直接雇用につながるかもしれないんですけれどもでもあの、まあね、厚生労働省のパンフレットとかいろんなまあコラムとか見るとそういうふうになればいいなということがあるんだけどもでも実際 企業側の理論からすると派遣採用の窓口を設けているということ自体が稀なんですよはい、つまり派遣労働者を正社員に転換する制度さえないというのが現状なんですねですからそこに対してですよいくらはい、まあ、直接雇用してくださいと言っても採用の窓口をまず作るところからスタートしなければならないんですかということになるわけですね まあ、ちょっとハードルが高いケースも、が多い、私としてはそうだなと。実際に、まあ、労働の現場で働いているものとすれば。そっちの方が、まあ、大きいのではないかと思うわけですね。じゃ、それがダメなら、どうなんだい、丸三番。派遣元事業主による無期雇用と。はい。ということで、じゃ、あもう派遣元で、無期雇用にしてくださいと。はい。ということで。ここはどうなのかなということですね。派遣元としては。要は。 安定的な派遣先があれば、無期雇用にして。そして、まあ、常用派遣をしていくという形に取ることはできます。で、あの白書を見ますとですね、まあ、厚生労働白書と、まあ、労働経済白書もしっかりなんですけれども。派遣労働者の方がですね。派遣就業を続けたいのか。別の形態に移りたいという割合は、ほぼ半々なんですよ。ところが、はい、派遣就業を続けたい労働者の方であっても。 一つ言えていることがあるんですね。それは更新更新の勇気から安定した無期雇用の派遣にしてほしいんだというのが多いんですよ。八十パーセント以上の方が勇気の派遣から無期えというのは派遣元の無期雇用で、はい働きたいと安定して働きたいというふうに言っているわけです。これは大きな勢力なんですね。つまり派遣元事業主で。 はい、いまあ、無期雇用をするということがまあ、現実化されればですよ。これは派遣労働者の方の意にかなう制度なのではないかなということになるわけですね。はい。ただ、派遣先としては無期雇用の労働者を抱えてしまった時に、派遣先がはい。元がね。抱えた時に派遣先がまあ、あるかないか。その者たちをまあ、安定的に供給する派遣先の。 まあえー、仕事があるかないかそれが非常に、まあ、悩ましいところでもあるわけですね。そしてもう一つ、まあ、今回の、まあ、ちょっとトピックスでもあるんですけれども労働契約申し込み,みなし制度です派遣先が次に挙げる違法派遣を受け入れた場合その時点で派遣先が派遣労働者に対してその派遣労働者の派遣元における 労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申し込みをしたものとみなされます派遣先が違法派遣に該当することを知らずかつ知らなかったことについて過失がなかったときは除くということになりますはい。そしてまあ、例えばどんな場合かというと労働者派遣の禁止業務に従事させた場合無許可の事業主から 労働者派遣を受け入れた場合いわゆる偽装請負いの場合期間制限違反について新たに設けられる事業所単位個人単位の2つの期間制限のどちらかに違反した場合も労働契約申しし込みなな制度の対象となりますつまり3か月3か月はい更新の方多いですねその方が、まあ、3年を超えているのを知りつつ 派遣先でその方をなお同じ事業場で受け入れをしているというような場合は労働契約の申し込み見なし制度の対象となるということになりますので派遣先は当該労働者に対して労働契約の申し込みをしなければならないということになるわけですねはいまあ、確かに合理的な制度ではあるつまりまあ、そこまでこの方を まあね、法律に抵触してまで使いたいんだということになったような場合にはいまあそれ超えてるんだから当然あなたのところで必要なんでしょだったらこれは直接雇用のみなしになりますよというのはまあまあ理にかなっている制度ではあるのかなと思うんですけども、まあ、自分が派遣労働者の立場だった場合にはいまあみ、えー、なし制度であの人は正社員になったんだと。 本来あの人は、ねえー、特に採用悪くなかったんだけれどもみなし制度の恩恵でなったんだよって言われたら少し寂しい気もしないでもないなと思うのはどうでしょうかね。はいまあ、本来であれば、まあ、実力といいますか仕事内容を評価されてその上でやはり直接雇用されるというのが、まあ、理想といえば理想ですよね、はい。ということなんですね。 ななかなかそのあたり、まあ、悩ましいところでて、まあ、ちょっとね問題点をここでちょっと整理してみたいなと思ってるわけなんですけれども、まあ、この派遣労働というものがですねまあそのそもそも、まあ、労働基準法の中間搾取ではないのですが、まあ、少し制度的には類似しているのではないか。 よってまあ、それに対するまあ、根強い反対論というのは実際あるんですね。はい、どう考えても派遣料金と労働者の賃金の差額が出るというところではあるんですね。それに対して例えば欧米諸国では今安倍政権で盛んに言ってます同一労働同一賃金の原則非正規だからといって不当に賃金が安くなるということは これはヨーロッパでは原則的には、はいまあ、特別な理由がない限り格差をつけることができないというふうになっているがために意外とそれはまあ守られていいるるととうこでではあるんですね、はい。例えばね現在派遣料金、はい、これは統計を一節の統計をですね、まあ、取っておるんですけれども、はい、そうしますと一般派遣の8時間での日額が 派遣料金としましまては1万7,017円平均となっています。それに対して一般派遣の労働者の8時間の賃金が1万1,688円1万7,017円で派遣して賃金が1万1,688円ですねその差額の約5,300円マージン率としては約31.3%。まあこれが まあ、派遣会社さんの取り分ということになるわけですね。はい、ということでまあ、これがですね。まあ、妥当なのかどうかというまあ、議論もあるかとは思うんです。けれどもはいまあ、ということでですね。結局、派遣先さんも実際問題としてはまあ、えー、コスト的にさほど安く。 派遣料金で済まし、ているということではないのではないかなというふうには思うわけですね。また例えば常用派遣であれば日額二万三千六百七十八円の平均料金、それに対して一万五千四百九十二円の平均賃金、その差額が八千百八十六円とマージン率がま三十四点五パーセントぐらいということになるんですね。はい、ということになりますと。 まあ、この、えー、率に関しましてはですね、まあ、妥当なものかどうかというのは少し置いときまして派遣労働者の方が、まあ、実際に賃金が正社員の、まあ、一般の就寝雇用を前提とした人よりは低く抑えられているというのは、まあ、当然の理論なわけでありますよね、はい、それからもう1つなんですけれども不本意派遣の解消につながるかという問題なんですけれども。 はい、まあ、半数の方はい、まあ、一定の年代の方でもこの不本意な派遣に甘んじていて社員、まあ、になりたいんだけどなれないというところですねはい、まあ、そういったところで、まあ、今回の、まあ、同一事業所3年ルールもしこの、まあ、3年のところで、えー、次の代替の派遣が見つからないような場合とか まいう場合ですね、まあ、派遣先への直接雇用の依頼を元でしなければならないということになるんですけども、まあ、こういったところがうまく機能していけばですよはい、これははははい、いいいいのででないかななかととうことにはなるんですね。ただ、まあ、有期雇用派遣で3年で職場が変わるのではないかという、まあ、不安感ですよね有期派遣の方の不安感は募るのではないかということなんですね。はい。 それから、もう一つの問題としてこのように職場が変わっていくことによって派遣労働者のスキルの蓄積や教育訓練に不安感があるのではないかと、はいまあ、不本意破壊の方ですね要は一定の、まあ、専門スキルが身につくかどうかとかそういうことが非常に大事なわけでそういった意味で、まあ、育てるという概念が、まあ、失われてしまうのではないかと。 それに関しては、まあ、今回です、ね、派遣法の改正で一定の、まあ、スキルアップ教育をしなければならないということがこれが義務化されているということでもあるんですね。はい、それからもう一つ今度は派遣元から派遣社員さんを受け入れている派遣先さんについて考えてみますと派遣先で、まあ、固定化するつまり派遣元で 無期雇用の社員の方が派遣先で常に常駐して派遣先で派遣社員さんが増えてきてその方ずっと派遣先で常駐するような形が出てくるということになりますと、はい、結果的に派遣社員さんは派遣元の社員さんでありますので、はい、まあ確かにその社員さんが優秀で派遣先で まあ非常にあの優秀な成績を収めたり仕事のレベルが高かったりするということはあるかもしれませんけれども社内の改革とか、まあ、新たなイノベーション、はい、新しいいろいろなアイデアそういったものに対して、まあ、積極的に派遣先に対して発言することができるかといえばいやあなたはね派遣労働者でしょ。 いくら長くいるからといって派遣労働者の方にそこまで言われたくないんですよ」とか「あなたは派遣労働者の立場で社内の経営についていろいろ言うのはおかしいよね」とかまたは「あの社員間さん同士でもあなた派遣労働者なんだからいちいちうちの会社に口出す必要があるんですか」っていうような話も出てくるんですね。ですからこれが、まあ、社員の階層化につながりかねない。 とというのと結局、まあ、多くの派遣社員を常駐で抱える派遣先においては社内イノベーションが、まあ、起きづらいということですね、まあ、改革とか新しい発想が、まあ、なかなか起こりづらくなるひいては組織の賃貸化につながってしまうんではないかという心配を、まあ、私はしているわけですね。はい、ということでね、まあ、今回 派遣法改正ということでどうでしょうねこのまあ、有機の特に3年でまあ、要は場所替ルールですねこの辺りがどうなるかまあ今後見つめていきたいなというふうに思われますさて皆さんはどのようにまあ、考えられますでしょうかね一つえ派遣労働者の方もね多くいらっしゃると思いますので一緒に考えてみてください以上 沢線のコラムでしたはいそれではですね次のコーナーね行ってみたいと思います沢線の 受験お悩み相談室へ、はい、えー、全国の受講生からのねお悩みについてね相談を受けるよということなんですけれども、まあ、今回はね年金の勉強についてということではい、まあ、お悩み相談ですね、まあ、ちょっとねはいで年金の勉強なんですけれどもまあよくねちょっと難しいんですとか ね、覚えづらいんですとか、いう人いらっしゃるんですけど、コツがあるんですよ。でね、今日はそのコツについてね、お話したいと思うんですけど、まずね。あの年金って、よく国民年金と厚生年金だけだっていう認識の方がいらっしゃいます。で、そうじゃないということなんですね。年金は、労災保険でも出てきてるんですよ。だから、ほとんどのね、受講生さんは、労災保険で一度。はい、年金勉強してるんですよね。傷病保償年金。 障害保障年金障害年金遺族保障年金遺族年金あれ年金なんですよねですからはい年金共通のルールということではい例えば通則です特に注意してほしいのが通則の中の支給制限この支給制限に関しては年金3法極めて似ています。でも若干違いいますはい 特に注意してほしいのは、国民年金と厚生年金の、はい、ところでね、命令に従わず、書類、物件を提出しない、受信命令に従わない、国民年金、厚生年金で命令に従わないと出てきた場合は、全部一部支給停止になります。全部一部支給停止とは、その月の年金の額について全部または一部が全く出ない、 一部寝ないといととうことですねそして国民年金厚生年金では単純に「届けで忘れ」「提出しなかった」などという場合は「一時差し止め」ということとになります一時差し止めというのは一時的に差し止めておいて差し止める理由がなくなればドドドドドドッとダムがね崩壊するように全部出てくるとこれが「一時差し止め」です。はいいつまり命令というキーワーワドが 国民年金厚生年金で入っていた場合は全部一部支給停止それに対してはい単純に「届け出しない」「提出忘れ」などという場合は一時差し止めです。それに対して労働者災害保障保険法においてははいほとんど同じなんですけれども今のところが違うんですよね。はい、受診命令に従わない命令に従わず提出しない。 命令に従わない場合それから単純に届け出なし提出なしいずれの場合も一時差し止めで済むんですはい、つまり命令というキーワードがあったとしても労災保険では一時差し止めで済ませてくれるということなんですねこれは労災保険がそもそもはい年金の受給権者の方は被災労働者つまり被害者なんだから というま前提条件が違うんですねよってここだけをクリアしてしまえばあとだいたい同じなんですね例えば故意に直接ときたら支給しないこれは年金共通の支給制限ですよね故意の犯罪行為重大な過失療養に関する指示に従わないときたら全部一部行わないことができるそして先ほど説明したはい 全部一部一支給停止というのは国民年金厚生年金にある「命令」というキーワードで出てくるパターンそして単純に「届け出なし」この場合は一時差し止めることができるはい労災保険の場合はいずれの場合も一時差し止めることができるとなりますはいということで通則似てるでしょそれ以外に「内払い充当」とか「効果の禁止」など はい、作りとしては非常に似てますよねですからま一、あ、つ年金科目は労災保険と国民年金と厚生年金を並べて通則を覚えてしまうというのが得策ですさあ続きまして今度は健康保険との共通点なんですけども厚生年金を勉強するときは標準報酬制度とか保険料制度に関しては健康保険と一元的な運用になってますよねよって まず健康保険で標準報酬制度とか保険料のところをしっかり勉強してしまいましょうそしてその後で厚生年金に行くのが良いのかと思いますそれから今度は給付についてはやはり国民年金が元になりますよね基礎年金制度ということで理解しておくのがすごく大事なんですね基礎年金制度の意味合いを2つここでは挙げてみたいと思いますまず 2階建ての年金なんだと老齢の基礎年金の上に老齢厚生年金障害基礎年金の上に障害厚生年金遺族基礎年金の上に遺族厚生年金というように同一の支給自由の場合は2階建て年金になる。そのほか平均の調整ということで65歳に達した後では1階では老齢または障害2階では 老齢または遺族という別別の組み合わせ。はい、取ることができます。はい、三パターンの基本組み合わせが。一回で老齢基礎、二回で遺族構成。一回で障害基礎、二回で遺族構成。一回で障害基礎、二回でまあ老齢構成。なんていう組み合わせができますよね。はい、ですから、このような形で。原則は。 二階建ての年金は同一自由なんだ例外として別々の組み合わせもあるよね一つ抑えましょうそしてもう一つの大きな特徴は老齢基礎年金の納付と免除で25年25年ない場合は合算対象期間をねつなげてそして25年あれば老齢基礎年金の受給期間を満たすそしてこの老齢基礎年金の受給資格期間を満たした場合は 65歳からの老齢厚生年金で考えればたとえ1か月だけしか被保険者期間がない場合であっても1ヶ月分の老齢厚生年金は支給されるとということですねつまりこの基礎年金制度というのは老齢基礎年金の老齢というプレートさえ手に入れてしまえば2階部分は最小コンマの被保険者期間さえあればはい受給権はすでに発生している状態なんだと。 これがもう一つのポイントですねつまりこの国民年金と厚生年金との関連性を先に覚えてしまうことこれがとても大事なんだということですね。そしてさらにここではスペシャルなねお話をしたいと思うんですけれどもせっかく聞いてくれてるのででねポイントは障害なんですよ。で障害はパターン化されてるんですよ問題も。で 国民年金厚生年金金厚生パターンが非常によく似てるんですねですから障害の年金のスペシャリストになることそうすると、まあ、国民年金厚生年金1点ずつ出れば、まあ、確実に2点ここでゲットすることができるわけではい私からはですね障害の、まあ、スペシャリストになることこれが非常にいいんじゃないかなというふうに思います。はいということで一、まあ、つ見ていただきました。では 続きまして今度ははい、えー、沢線の勉強のま友ということになりますはいまあ、沢線の勉強の友今日はですねまあ、ちょっと先ほど質問をですね受け損なったのでまあ、質問コーナーからですね、えー、ちょっとお話をですね引用したいと思うんですけどもはい、えー、中高年チャレンジャーさんはい、えー、私は シャロー氏の勉強を始めて2年経ちますがなかなか覚えることができませんえサバセン先生何かいい方法はありますでしょうかと、はいいうご質問ですいやこれはですねチャレンジャーさんだけの話じゃないんじゃないですかね誰もがあの持っているお悩みではないかなと思うんですけどもはいここで私2つのヒントを出したいと思います1つは復習のタイミングです はい、復習のタイミングはどういうものかというととにかく早く復習するということですつまり忘れる前に自分なりの見解を持つということなんですよだから一回講義を聞いたら少なくても3日以内に復習をするということですねでその後なんですけれども1回離れますよね科目からそしてなるべく1ヶ月か2ヶ月以内にもう一度復習するんですよでこれできない人多いです でなぜかというと新しい科目に取り掛かっていて昔の科目を、はい、やるのがめんどくさい誰でもそうですでもこれやるとやらないとでは全然違いますそしてもう一つ言え出ることはね1回で覚えようとしないで1回やったら2回目は倍ぐらいの速さで勉強します3回4回ってどん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 期間とスパンスピードを速めるそして何回か繰り返してまあ最後 一、ね、日、まあ、何科目もできる復習できるぐらいの実力をつけてほしいんですよ。でこの最後にね一、まあ、日に数複数科目復習できる実力をつけるということは非常に重要なんですよ。2つつつのの意味ででで重要なんすすよはは記憶力の定着ですねもう1つは 直前に復習することができる力というのは、直前に復習したその頭で試験会場に乗り込んで、本試験でアウトプットすることができるということに繋がりませんかということなんですよ。つまり、何でもそうなんだけれども、忘れないうちにアウトプットしましょうと。それはなぜできるかというと、早い時間でスピードババババ,バということで、2、3日で総復習できちゃえば、その頭のままで忘れないうちに本試験受けられるんですよ。 それが大事なんだっていうことなんですね。はい、ということで、まあ、中高年チャレンジャーさんですね。はいまあ、そんなところをですね。ヒントにしていただければなと思います。沢瀬の勉強の友のコーナーでした。 それではですねラジオショッピングのお時間ですイエーイ沢瀬のラジオショッピングはい今回ご紹介するのはなんと初めて出てきましたねこの企画人事総務検定です人事総務のスペシャリストになろう特別認定講習のご案内ということになります はいこのまあ、人事総務検定というのは、まあ、何かということなんですけれどもはいこの人事総務検定というのはですねはいまあ、私が主催していますねこの人事総務スキルアップ検定協会というのがありますここでまあえー、この行う検定試験のことですはいそしてこの人事総務検定というのは はい、まあ、どんなもんかと言いますとですね要はですよ今まで人事総務系のスキルを測る検定試験というのがほとんどありませんでしたそこで私たち人事総務スキルアップ検定協会においては3級、2級、1級ですねはい、この検定試験を行いますそして3級を取っていただいて協会の方に 登録していただく2級の人を登録していただきますそして1級は非常に難しいレベルですかなり難しいです登録していただきます3級の場合ははい登録していただいた方には3級プラス人事総務リーダーの称号が与えられます2級の方で登録していただいた方は人事総務エキスパートですそして1級の方はマスター資格ということになりますはい 3級のレベルというのは初めて勉強する方これから、まあ、転職したい方とか実務全くやったことない方でもある程度ついていける内容になっております。ですから、はいまあ、新人教育初めて人事総務の勉強される方は是非おすすめですね。 就業規則の内容はい、そういったまところまでさらには年度更新そして年末調整業務など人事総務には欠かせない業務についてここは実務の勉強を交えながら進めていく形になりますそしてさらに一級です一級に関してはしばらく先になりますかなり難しくなるそういう予定です 1>, で1級の方は2級を取った方で、まあ、さらに一定の、はい、講習会に参加して単位を受けていただいた方がチャレンジすることができるという、まあ、上級の資格ににななるとということになりますそしてこのマスター資格を取っていただくとこれは逆に講師とかいろいろなまあ教育機関、まあ、そういったところでですね、まあ、自分が講習をするといったような立場。 社内での講習会ですね。そういった立場になってもらう。そんな資格をイメージしております。そして。今回はい。特別講習ということになるわけなんですけども。もはい、えー、2017年4月以降は認定試験に移行するのですが、それまでの期間ですね。はい、講習会に参加していただくことによって、人事総務検定3級。 そして2級という形のはい認定を受けることができますつまり講習会参加者に関してさらにはいこれは協会登録が義務となりますがこの参加した方には3級2級はいもしくは3級2級を一度に受けることもできます人事総務リーダーそして2級のエキスパート資格が与えられるということになります はいそして、まあ、今回指定教育機関であるはい、まあ、レック東京リーガルマインドにおいて第1回目の認定講習が行われる形となりますはいそしてぜひですね、まあ、これは社労試験を勉強中の方とか今人事総務にいて、まあ、新しくね何か資格をやってみたいなと。 社会保険労務士の資格には興味があるのですが、はいまあ、ちょっと難しいじゃね。少しこの人事総務検定で試してみようかな。なんていう方ですね。まあ、そういう方にはうってつけのまあ、チャレンジのはい、この講習会ではないかなというふうに思っております。ちなみにま3、あ、級に関しましては、2時間半の全2回ということになります。内容は？ まあ労働保険とか人事事総務の主な仕事労働社会保険新規適用従業員の採用退職給与計算の基礎個人情報の保護など2級に関しては2時間30分を4回とということになります労務管理の基本からある程度の知識従業員の労働保険の手続きの給付に関する書き方やはいあとは労働保険 社会保険の年度更新、算定基礎、月額変更等の、はい、通常処理ですね、年中行事等を理解することができるということになります。はい、ということで、ぜひ皆さんですね、人事総務検定、検討してください。詳しくは 四六四、レックコールセンターまで、お問い合わせお願いいたします。以上。ラジオショッピングのお時間でした。はい。それではですね。沢瀬の、まあ、元気が出る。はい、まあ、エッセイということになります。はい、ということで。今日はですね。まあ、フリートーク形式で。 まあお話をしてみたいなというふうに思っております。はいまあ、毎回ですねこの「元気が出るエッセー」におきましてはですね、はい、あの私のブログからですねお話をしたりとかしていたんですけれども、まあ、今回はですね、まあ、フリートークでねたまには行ってみようかなということで思っております。はい、今回のテーマはですね「チャレンジ」。 失敗あ勝負というふうになりますはいまず今回のテーマでありますチャレンジということなんですけれどもはい、まあ、チャレンジって私すごく言葉としては大好きなんですよねチャレンジャーという言葉もあるくらいでチャレンジする人ですねさあ皆さんはどうでしょうチャレンジしてますかどうですかね はい、私もまあ、自分の意思でチャレンジすることもあれば、もう成り行きでもうチャレンジするしかなくなっちゃってるみたいなね、そんな時もありますよね。で、チャレンジっていうのは、これはまさに挑戦でありますので、成功が約束されているものではないと思うんですね。成功が約束されているものをチャレンジとはあまり言い難いのではないかと思うわけですね。はい。 チャレンジというのは自分が今まで経験してきたことがないことを、はいまあ、新たになんかこうねやること、まあ、これをチャレンジそれをやる人をチャレンジャーとこう言うんですけれどもそこにですねつ、まあ、きものはやっぱり失敗ななのではないかと。もう数々の失敗を今までしてきた、まあ、私はですねまあ本当にもうねもう本当恥ずかしながらねまずいろんな失敗してきましたよ。 本当に皆さんも同じでしょまあ、本当にね人に言いたくない失敗とかもね本当にまだ未だの心に引っかかっちゃっててなかなか埋められない失敗ってあるんですよねはいま私がねしばらく苦しかったのはやはりあの就職に対するコンプレックスですよねこれは長かったですねまあ 就職できないケースでフリーターになるケースっていうのは今っていうかですねまあこの、ね、何年間はまあ今ね就職いいんですけれども少し前中国ひょ氷河期の方とかですね、まあ、大変だったと思いますその気持ちすごくよくわかるんですよねでまあ本当にねなんか自分が取り残されたっていうんですか世間から置いてきぼりを食っちゃったみたいなねなんかそういうような気持ちになってまさに、まあ、チャレンジして失敗してと。 いうことなんですけれども、はい。皆さんね。今までどんなチャレンジをして、どんな失敗をしましたでしょうかね。まあ、今ねま社、あ、労試験の話がねまあ、出てますので、私も社労士試験2回ほど失敗してますし。しまあ、それ以前にも行政書士試験はまあ、最初失敗しているわけなので、いろいろと失敗はしております。はい、ただね。一つまあ、自分で言うのもなんなんですけれども。 まあ失敗しても、まあ、失敗失敗だと意外とすっきりしてるんですよねで諦めたこともありますその失敗してねで諦めないことも結構ありますでそれっていうのは別に絶対諦めるなってことじゃないと思うんですよで私の場合も納得して諦めたことってあるんですね例えば就職です 何度もやっぱりね受けましたよ。あの新卒でね、まあ、ダメだと当時は第二新卒とかないし表、まあ、あの非常にね厳しい時代だったので経験枠なんですね中途採用っていうのがそもそも中途採用が昔ほとんどないわけでね少ないわけで経験枠っていうふうにね捉えられていたんだからでしてているる人間を取るようなな会社っっあまりなかったんでですねで、まあ、その時はもう仕方ないと。ね きっぱり諦めましたまともな就職は、まあ、良かったのか悪かったのかは分かりませんけれどもでその後とに、まあ、契約者になったりしたわけなんですけれども、まあ、今は良かったなと思うんですよ。なんで今良かったなかね思えるかと言いますとそれはどういうことかというとね今良かったなと思えるようにな,なるようにしたと言いますかですね、まあ、自分なりにやったということなんですよね。だから ダメでもいい、しょうがないんですよね。就職失敗してるってことあるじゃないですか、人間ですから、誰でも同じですよね。でも、それで、ね、失敗して正社員になれませんでしたと、私もそうですよ、なれませんでしたと。はい。でも、このままじゃ終わらせないよと、ね。俺は甘く見るんじゃないと。まさに、ごまめの歯ぎしりみたいなね、当時はごまめの歯ぎしり以下ですよ、もう本当に。はい。もう豆粒みたいなね、あのそんな存在で。 ももう目も全く出てないんでそっから這い上がってはい来たわけですよねでそれっていうのは何でかって言ったらもうただじゃ済まないぞと俺をね世間はこんな目に合わせてただじゃ済まねえぞと思ってたんですよ心の中ではねだけれどもその道って別にまあちょっと苦しい時もまあありましたよね。セールスマンなんかやってる時ね、まあ、結構苦しかったんだけれどもそこで諦めません。 そこで、じわじわ、じわじわ、自分の好きな道に行って、そして、自分の好きな道に入ることができている、ということなんですね。そして、今、勝負ができている、ということなんですよ。だから、よくね、まああのえー、いろいろな、ね、方いらっしゃいますで。私も同じ気持ちでした。自分がうまくいかなくて、あの失敗しちゃってね。あのどうしていいかわからないんですとか、社労試験も落ちましたとかいるんですよ。だったら、何なんだって。 あのだったら何なんですかってあのそんなことで、ね、ああでもないこうでもない言っているんだったら一歩でも近づくようにしませんかってことなんですよはいそしてね私もそうですよ1年や2年で結果出ませんよ。ね何年かかったかな私自分が好きな道に入るまでにそうですね,ねえ20年ぐらいですかまあ1 7八8年ぐらいですかね そのくらいじわ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 やってついにでそこまで行くわけですね。好きな道に入ることができてそこで好きな道ですから勝負できますよ。絶対負けないと。もう俺は今好きな道で勝負している絶対負けないんだと。ものすごい自信があるんですよね。はい。そう十何年も二十年もやってきてんだからね。二十年も潜伏期間があるわけですからそれは負けませんよね。勝負出ちゃいますよね。はい。ですからね皆さんに言いたいことは何かというと要は チャレンジに失敗はつきものでしょ。でも勝負しましょうよ。ね、ということですよ。縮こまるなと。うだうだ言うなと。行こうよもう。行こうよと。やることやろうよ、ね。というふうに思うわけです。はいということでね。あのまあ、元気が出るか出ないかちょっとわからないんですけども私はですね。そんなふうにまあ考えているんですよ。はいということでね。はい あのもしね、えー、よかったらまたねお手紙とかいただけると嬉しいです。はいということでサバ線のラジオブログいかがだったでしょうか。あの皆さんからのねいろんなお話聞いたりとか。 あのお便りいただいたりとか日々の講義の中でご相談いただくと本当ありがたいですね。はい。まあ、それが私の生きがいでもありあの日々の糧でもあるんですよね。はいということでこの番組はしっかり学べる楽しく学べる法律のレックの提供でお送りしました。それでは皆さんまた次回までの楽しみさよなら。